南半球ニュージーランドの季節は日本と真逆。北島オークランドの海は春の陽気に包まれている。海水温が上がり始めるこの時期はアオリイカのシーズンとなれば、ペギングが楽しめるのは日本と同じ。遠い異国の大地に特別な思いを抱き、この海に生息するアオリイカに会いに来たのは大阪市在住のアングラー岡隆之さん。自らをシャクリストと称し、セオリーにとらわれない釣りが信条。和歌山の海を舞台に活躍するエギング界のホープだ。理想とする感性の釣りはホームグラウンドの海でビッグなアオリイカを呼び込んだ。狙いのサイズには届かなかったが、素晴らしいコンディションの獲物だった。嬉しいわ。いや、よう頑張ってるんちゃいますこれ。ほんまにモンスターとまではいかないですけど、もう嬉しさはモンスター並みですよ。もう岡さんにとっては初めてのニュージーランド。どんな釣りに出会えるのだろうか。若きエギンガーが思いを馳せる異国の海、経験とひらめきを信じて無心にしゃくる。豊かな海が答えてくれないはずがない。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる。夢追い人の釣りの旅。日本を旅立ったのは秋も深まる10月の上旬。機内は夕食タイムだ。成田からオークランドまでは8800キロ余り。およそ11時間のロングフライトだが、直行便が出ているので長旅を感じさせない。快適な空の旅。12月には週10便の運航。遠くて近い国だ。オークランド空港に降り立ち、釣りのベースを目指して市内へと思いきや、向かったのは国内線搭乗口。飛行機を乗り継いで一体どこへ行くつもりなのか。神妙な面持ちでチケットを見つめる。行き先はクライストチャーチ。その理由は、小学生の頃両親の離婚により父親に育てられた岡さんは二十歳まで母親の行方を知らずにいた。10年前再会を果たした母が再婚し、ニュージーランドに移住していることを知る。そこでこの兆候を利用して母の住むクライストチャーチを訪ねることにしたのだ。クライストチャーチは南島の中部に位置するニュージーランド第二の都市。2011年の地震で甚大な被害を被ったが、町は活気を取り戻しつつある。おお視線の先には懐かしい笑顔があった。久しぶりやな。何年ぶり？だいぶ無理やね。なあ。遠かったわ。よきたな。遠かった。やっぱり似てるよね。似てるでしょ。これ押しに来たんです今日は。縁のはるばる。ねえ。うん、のママに会いに。揺れた？着陸の時揺れた。着陸の時は揺れた。揺れる。今からまた風強くなる。ああ。
離れていた時を一瞬で埋める温かな再会。絆に距離や時間は関係ない。今夜は親子水入らず。一夜明け、別れの朝、久しぶりに母と過ごした岡さん。昨日唐揚げ、唐揚げ、思い出の唐揚げ、なんかうっすらとだけなんか昔食べたような記憶のあるような味、そんな味やった。地震の後壊れたお家の廃材を使って、作られたアクセサリーなんですよ。でお守り？お守りっていうか、まあどっちか言ったら復興の願いが込められててね。これで今回も多分バッチリ釣れると思う。釣れる。ほんまかいな。いろいろ釣れると思う。いろいろ釣れる。お母さんどうでした？いや嬉しかったですね。まあ久しぶりにお母さんに会えて、まあ、何よりもお母さんが喜んでくれたのが僕にとっては一番嬉しかったです。でまあ家族の方も温かく迎え入れてくれて、ほんまに、楽しかったです。オークランドへ戻ってきた。釣り場に向け出発しよう。はい、お願いします。ガイド役はこの町のフィッシングショップに勤務する佐藤源さん。ちょっと風強いですけど、桜の花がちょっと咲き始めてきたんで、まあ、イカの季節にはこれからちょうどいいかな。なるほど、春めいてきたってことですね。はい、一番ピークが1回冬に来るんですよ、ニュージーランド。冬のど真ん中に来るんですよ、8月に。それが1回落ち着いて、で次のピークが大体10月に来るんで、今ちょうど10月なんでドンピシャなはずなんですけど、はい、感触としてはまだその、もう本当に1年で一番のピークはまだ来てないです。結構ね、産卵期長いんだと思う。なるほど。オークランドはニュージーランド北島の北部に位置するこの国最大の都市でありながら、多様な生き物が生息する環境が保全されている。自然と共存する町だ。さあ釣りを始めよう。この時期の実績ポイントらしいが、岡さんには未知のフィールド。源さん、ここはどんな感じなんですか？ここはですね、はい、フラットというか浅場になってる湾の入り口のところなので、はいはい、その入り口のところが狭くなって結構流れがあるんで、その流れの周りに藻があって、そこにイカがつくことが多い場所です。とりあえず3でやってみようかなという感じですわ。潮は止まってる感じなんで、まあ、とりあえず3でゆっくり見せて。こんなシチュエーションで釣りしたことないですよね。こんな木でできた、まあ、ボードドッグみたいな、なんか海外っぽい、よく海外のなんか釣り番組で見るようなすごい新鮮っすよ。この水の色、僕らやってる和歌山とかじゃもう絶対やらへん色っすけど、まあ普段よりかちょっと濁ってるみたいなんですけど、まあ大体こんな感じの色で釣れてるみたいですわ、イカが。それもちょっとまた新鮮。ういひういふいふい、きれい、すっげえ沖縄みたいな。ここ向こう側ね、サーフィンとかするのでも有名な場所なんですよ。この見た目なんかもうそこら中からイカが湧いてきそうな、パラダイスっぽい雰囲気が半端ないまあおったら出てくるでしょうね、こんなとこね、うん、要所要所気になるとこあるけど、まあ、向かい風がなかなかエギがね飛ばへんしね。まあでもちょっとやってみようかな。結構こういうシチュエーション好きやから僕。いってらっしゃい。いつもと勝手は違う。だがひらめきのシャクリスト岡さんならすぐに順応するはずだ。ついに始まった岡さんのニュージーランドエギング調校。
釣り場を磯に移動する。エギングは日本の伝統釣法から派生したルアーフィッシング。エギを踊らせてイカを誘うゲーム性の高い釣りだ。こっちに来るとサイズが落ちそうな気配がプンプンすんな。上空には海鳥の群れ。ベイトを狙っているのならその下にはきっと。来た、乗った。嬉しいファーストヒット。あー、ゲンさん後ろついてるわ。ついてるついてる。離せお前。よいしょ。あ、行くわそれ。行ったー。はい、やったダブルヒットや、ダブルヒット。めっちゃなんか普段見慣れてるっぽいシチュエーションの場所でやっぱりおったっすわ。これはね、3.5 のトロピカルっていうカラーです。ずっしりとした重みのあるアオリ、最初の一杯としてはまずまずだは、ある程度そこまで落として、ほんでしゃくって、止めた時に一回スッと触って、でもう一回落とし込んで、次しゃくって止めた瞬間にもうふっと押さえ込みましたね。ここはね、いっぱいいますからね。うん、もうだって僕のイカに何回も襲ってましたよ。でゲンさんのエギ入れたら一発でしたもんね。もうすっと持っていったっすからね。楽しすぎるこれ。やばい。うわすごい、ほんまにすごい。テンションバリ上がる。ベイトの群れを追ってイルカが現れた。イカ釣りの邪魔にはなるが、愛嬌豊かな侵入者に心も和む。ええとこっすね、やっぱニュージーランド。なんか住んでる人の気持ちがちょっとわかるわ。なんかこいつら上手やな。餌とんのうまいな。ニュージーランドのアオリイカに挨拶は済ませた。昼間の釣りはひとまず切り上げよう。うわ、夕間詰めの時間帯を待って再び出撃。ちょっと水めっちゃ多いですね。まあ、今満潮で大潮みたいなんでかなり潮位が高いんですけど、ちょっときついかなこれ。すごいな、こんなに潮がいくんやな。粘っては見たが苦労は報われず、夜の部は撃沈。そんなに甘くはないようだ。翌朝、2日目のファーストポイントに選んだのは、波の穏やかなシャローエリアが続くオタラワオベイ。遠浅の浜辺をどう攻めようか。激浅シャローなんで、とりあえずサンゴに落として、でオレンジでちょっと見えやすい色いきます。シャローエリアにあった軽めのエギ、カラーは派手なものをチョイスして、まずは様子を見る。この気持ちよさ半端ないですよね。やっぱちょっと和歌山と違いますか。いや違いますね。山肌の景色が全然違うですもんね。磯場の雰囲気はすごい似てるんですけど、その他の以外の景色がもう全然違うんで、なんとなく全貌が見えてきた。
こんなイカおんねん。果敢にアタックしてくるイカ、難なく本日の一杯目を乗せた。すごかったっす今、弁玉の方、もうこの頭の方からバッバッで何回も抱いてました今。はい、おお元気、おお。大自然に包まれて最高の気分でロッドをしゃくる。心が解放される癒しのエギングだ。シャローエリアは一杯で打ち止め、潮が引く頃合いを見計らってプディング島へ渡った。仕切り直し。この辺りは変化に富む磯場のポイント。これは3号です。雰囲気はいいのだが潮が全く動いていない。渾身のしゃくりにもさっぱり反応なし。釣りは生き物がある。さまざまな条件が揃って成り立つ。逆らえない時もまあまあある。丘の家畜が草をはむ北島の春。丘陵を包むうららかな陽気に新緑が匂い立つ。すべての生き物が大きく伸びをしているようだ。気づけばお昼時。休憩を取ってから次のポイントへ向かうことにしよう。郊外のレストランでランチタイムだ。ところで、うん、今使ってるこのエギってはい、どういうところが気になってるんですか？霜りをこうダーとして連れ抜けていくときってどうしても移動距離が長くなってしまう。で、その移動距離をもっと短くするためにこういう真横に飛ぶようなダートがあったりとか、その絞りに対してもっと長く見せないときにこう上にボンと上げて、でまたこう落とす。そうすることによって一つのスポットに何回も見せることができる。まあ、そこは僕は気に入っているところですね。オークランド周辺はイカの活性が低いと判断し、新たな釣り場を求めて北島を北上。3時間のドライブの先にクレナズムパイキアの港が待っていた。目指すラッセルは目と鼻の先。フェリーでものの5分。名所の桟橋でアジングを楽しもう。カワイイ、アジ、それを求めてイカも入ってきます。あ、夏にはヒラマサとかも入ってきます。いいっすね。子供やるとマダイも釣れます。おアジ玉。小型ジグヘッドにワームをセットしてアジを誘う。シンプルだが奥の深い釣り。アジングは近年人気が沸騰したライトゲームのジャンルだ。めっちゃ当たる。しゃ、アジー。今のは表層へこ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 引いてただけですね。もう切り吸ってくれた感じです。もろい。源さんの友人が釣りに来ていた。かなりの日本通らしい。そうです、私大分で英語を覚えました。英語覚えたんですか？大分で鮎釣りやってたんですよ。すごい。おもろすぎる。
おもろい。イカの合間もそうですし、やっぱりこうベイトの動きっていうか、ね、イカの餌になるような魚なんで、そういうやつがどういうところにおるかとかっていうのも分かるし、まあ、何よりもこのフッキングした時のね気持ちよさがね。味の引きは存分に味わったので、未知のターゲットカウアイを狙う。味とは全く異なる強い引き。絶対違う。うわやばい、これはやばい、これはやばい。うわそっち行くな。うわ切れ。ラインブレイク。右でしたんかな。あのパワー何？またやっしゃらっき。うわうわマジか。絶対取る。次は絶対取る。そっちいかんとって。うわうわそこのパイルに行かれそうなんですよね。頼む、針持ってや。絶対針。頼む針、頼む。ファイトを支えるのはアジオのフック。スペックオーバーのパワーに耐えられるだろうか。絶対取る、絶対取る、絶対取る、絶対取る。しゃあ。うわ。激闘の末手にしたのは初めて目にする魚。これなんすか、ゲンさん。これカワイでしょ。これカワイ。針全然伸びてない。これアジオフックスからね。いやアジングタックルでこれはスリルがあっておもろい。やっと会えた、かわいい。嬉しい。来た、飛び出してきた。アジア、ラッキー。ふう、でかい。このサイズですからね。このサイズがボッコボコ釣れるんですから。やばい。でかいアジとカウアイの引きを存分に楽しめた大満足の一夜。楽園を照らす朝日は力に満ち満ちている。ニュージーランド朝光、3日目の朝がやってきた。ラッセルはこの国の最初の首都。現在はリゾート地として人気を博している。かつて捕鯨船が出港した港はマリンレジャーの拠点に生まれ変わった。過去と現在が融合する趣のある町だ。もう寝る間も惜しんで釣りしたいぐらいですからね、正直な話。ちょっとあんま見せすぎたら食わんぽい。このあたってこう 何かが分からんところがおもろいな。何の魚が釣れるか分からん。いや、すごっ、10ヘッドバッツリかかってる。気持ちいい。朝の釣りねえ。この景色で人の暮らしと自然が共存しているニュージーランド。心地よさは楽園と呼ぶにふさわしい。旅の道しるべが指し示す先は。次回
オークランド近郊太平洋に浮かぶリゾートアイランドワイヘキ島に移動した岡さん。南半球の海でエギングを堪能する。ひらめきのシャクリストはどんな釣りを見せてくれるのか。